どうも、まるくんです。今回は嫉妬の魔女を倒すことはできませんでしたが、封印することに成功したリゼロ世界の三英傑と呼ばれた、先生レイド、賢者シャウラ、神竜ボルカニカを簡単に紹介していきます。なお、本編6章までのネタバレ注意でお願いします。スバルの身長は172センチなので、頭一つ分は身長が高く、とても筋肉質になっています。ヘレシアやラインハルトの祖先にあたる人物になりますね。髪色は赤に、目の色は引き眼と子孫と同じで、片目に眼帯をしていますが、これは目が悪いためではなく、左目にしていることもあれば、右目にしていることもあるそうです。シャウラ曰く悪ガキがそのまま大人になったような意地悪な人とのことです。しかしその強さは計り知れないもので、老人となったレイドに挑んだシャウラでも10回の戦闘中、2回くらい両手を使わせるくらいらしいです。チンピラっぽい話し方やセクハラ発言も目立つ人物になっています。作中ではすでに個人に、そんなレイド・アストレアは初代剣聖で、作中ではラインハルト・バン・アストレアが歴代最強剣聖と呼ばれているので、レイドをラインハルトと比べると引けを取ってしまいますが、それでもレイドは圧倒的な強さを誇っています。人の魔女サテラを封印した三英傑の一人で、剣聖レイドとして賢者シャウラ、神竜ボルカニカと並び世間から評されています。初代剣聖ですが、剣聖の過去は持っているやいないなどの記録があるそうで、決めつけることができません。過去については持っているのかがわかりませんが、その剣技だけで概念を切ったり、空間を切ったりする実力はまさに化け物と言われています。第5章にて滞在式を暴食担当美食家のライバテンカイソスに記憶を奪われたクルシュ、名前と記憶を奪われたレム、悪式のロイ・アルファルドに名前を奪われたユリウス、同じく暴食に人生を奪われた人たちを救うため、賢者シャウラの知識を目的にプリアデス監視塔へ足を運ぶスバルたちですが、プリアデス監視塔の本質は大図書館プレイアデス。そこを閲覧の資格を得るには試験を突破する必要がありました。第2層エレクトラの試験官がなんと初代剣聖、ボーフリレイドでした。偏見に至りし愚者。彼のものの許しを得よ。当初は自我を保っていなかったものの、すぐに自我を取り戻し、スバルたちと相対します。おじげついたシャウラは失神し、最優の騎士であるユリウス、オドを削ってまで魔法を行使したアナスタシア、まあ、これについてはエリドナですね、の猛攻を一歩も動かずに迎え撃ち、一瞬で両者を戦闘不能にしました。ちなみにリードが使っていたのはただのお箸でした。ホットパンツに黒ビキニをつけ、マントを羽織っただけというかなり際どい格好の美女で、髪型はスコーピオンテールになっています。400年前に嫉妬の魔女サテラの封印に貢献した三英傑の一人で、賢者シャウラとして剣聖レイド・アストレア、神竜ボルカニカと並び世間から評されています。400年前からずっと祠を見張り続けています。しかし、シャウラからすれば近づいてくる人物が祠を暴こうとする魔女教なのか、自身と友好的に接触しようとする人間なのか、判別ができないため、塔に近づいてくる人物には容赦しないことにしています。賢者の持つ知識などを求めて接触しようとする者は多くいるそうですが、プレアデス監視塔の位置するアウグリア砂丘が魔獣の巣窟と化している点、塔までの道が分からなくなる点、一番厄介な賢者も相まってきて、今までに接触を成功させた者はいませんでした。あのラインハルトですら塔にたどり着くことができなかったと言われています。針と標的をマナで繋いで引き寄せられるように放つヘルズスナイプという魔法を主に使用しています。高速高火力かつ精密射撃で塔に近づく人や魔獣の撃退に大きく役立っていました。シャウラという名前の由来はサソリ座の二等星で、星名の意味は針。プリアデス監視塔の名前の由来はプリアデス星団から来てまして、プリアデス星団の和名はスバルとなっているのはかなり有名な話ですよね。初登場時はミステリアスな雰囲気が漂っていましたが、実際はかなりノリが軽く、一人称はアーシー、語尾は〇〇スという下っ端口調で話します。エミリアは喋り方の雰囲気がスバルと似ていると述べていました。単純計算で年齢は400歳を超えているはずですが、年長者としての意見は全くない感じですね。リゼロ世界で一般的に知られている賢者イコールシャウラという構図は実際は誤りということが後々判明しました。400年間塔に近づくものを狙撃してきた人物はシャウラで間違いないんですが、本当の賢者はフリューゲルという人物だと分かりました。賢者フリューゲルの名はリーファウス街道の真ん中にそびえるフリューゲル
の体重を上田人物として世間では認識されているだけになっています。実際は嫉妬の魔女サテラを封印したのはレイド、ボルカニカ、フリューゲルになっています。そしてなぜかシャウラはスバルのことをフリューゲルと勘違いしています。シャウラはスバルのことをオシさんと呼んでしたい、スバルのことをフリューゲルと判断した理由はその匂いからと言われています。ここで言う匂いというのはおそらく魔女の残り香だと思われていますね。また賢者シャウラとしてルブニカ王国の銀貨に描かれていたフリューゲルとスバルの顔は似ていなかったらしく、スバルイコールフリューゲルの形が成り立つとは必ずしも限らないそうです。プレアデス監視塔は7つの階層に分かれているという感じになっています。6層アステローペ、最下層であり実は地下なんだそうです。5層ケラエノ、塔の外との出入り口があるそうです。4層アルキオネ、シャウラの住処でここから狙撃を行っていたそうです。3層タイゲタ、ここから上が試験会場になっています。2層エレクトラ、1層マイヤ、0層メローペという感じの階層になっています。プレアデス監視塔というのは外に対する呼び名になっていまして、本来の役割は禅地と呼ばれた賢者の記した知識の眠る場所、大図書館プレイアデス。名前の由来はギリシア神話に登場するプレイアデスという7人の姉妹からで、この7人姉妹のそれぞれの名前が各階層に当たっています。先ほども軽く触れていましたが、この大図書館プレイアデスは無条件に閲覧することはできず、3層から上は試験とそれに対応する書庫があります。本の内容はシャウラも知らないとのことです。ハイゲタの書庫には死者の書という書物が置かれ、この書にはそれぞれ個人の名前が書かれてあり、自分が見知った人物の死者の書を開くとその人物の記憶を追体験できるというものではなく、追体験させられるという感じになっています。シャウラは試験の番人として挑戦者を外に出すことができません。挑戦者が大図書館の試験を解き終えて一層マイヤに到達するまで挑戦者を逃がすことができないようになっています。また一家の条件が破られた時にシャウラは強制的にサソリの魔獣に変わり、全てを殺めなければなりません。この条件というのはこんな感じになっています。はい、以下がその条件になっているんですけど、これらを破るとシャウラに命を絶たれます。シャウラという名前を付けた人物は彼女の師匠フリューゲルになっています。シャウラはフリューゲルから塔に誰も近づけるなと言われ、今まで約束を守ってきました。またこの塔を作った人物もフリューゲルと言われています。賢者フリューゲルについても軽く紹介していきますね。400年前世界の半分を飲み干した嫉妬の魔女サテラを封印した英雄大賢人フリューゲル、弟子の賢者に自身の功績の全てを譲っており、嫉妬の魔女を封印したとして後世に伝わる三英傑は賢者シャウラ、天聖レイドアストリア、神竜ボルカニカとなっています。イーファース平原の真ん中にそびえる雲をつくような大きさの体重、フリューゲルの体重を植えた張本人で、フリューゲルの体重は本編3章の白芸戦の際に切り倒され、白芸の動きを封じるのに大きく役立ちました。現在はフリューゲルの体重跡として切り株が残されている状態です。コースにフリューゲルの体重がそう呼ばれるようになったのは、体重の上部にフリューゲル3条と刻まれていたからとなっています。アニメ版では体重にフリューゲル3条と日本語で刻まれていることがわかりますね。大樹に刻まれている言葉が日本語だったり、賢者の塔の試験内容、弟子のシャウラの言葉遣いなどからフリューゲルは日本人説が出ていますね。フリューゲルという名前自体はドイツ語で翼を意味する単語ですが、スバルとの数々の言動の一致、スバルが賢人候補と呼ばれていることなどから、スバルイコールフリューゲルではないかという説も多く言われています。また彼が白芸戦のために大樹を植えた説というものが浮かび上がってきたそうです。その他にもオドラグダに存在する記憶の回路の主ではないかとスバルに予想されてたりと、リゼロ世界でも謎の多い人物になります。神竜ボルカニカは400年前最後の獅子王と呼ばれる人物と盟約を結び、賢者賢聖と共に嫉妬の魔女を封印し、ルグニカに庇護を与えてきた存在です。全魔女教滞在司教傲慢担当ストライトが召喚した竜であるバルグレンに対し、哀れな幼子と発言していることから、竜の中でもかなり年老いた存在と考えられるそうです。アジン戦争において王家の呼びかけに応えなかったため、政治を取り仕切る者たちからはその庇護の実態を疑問視する声も多いそうです。第6章で大図書館プレイアデス1とマイヤの試験官としてエミリアの前に姿を見せています。現状三英傑の中ではあまり情報が出ていないキャラクターなので、もしかすると小説23巻で何かしらの情報が明かされるかもですね。今ちょっと録画しているのが24日、まあ、1日前ですね、発売のになっているので、多分もう投稿している頃には23巻が発売されていると思います。
ということで、今回はリゾロの世界における嫉妬の魔女サテラを封印した三英傑転生レイド、世間では賢者シャルルと言っている賢者フリューゲル、金竜ボルカニカの簡単な紹介でした。すべては語りきれていない部分もありますので、もし気になったらぜひ原作を読んでみてください。じゃあ、お疲れ様でした。